こんにちは、速稼塾の久保です。東京オリンピック2021なんですけども、これ抽出すると 1.8 兆円お金かかるみたいですね。たった 1.8 兆円というような気がします。というのが GoTo なんとかってやつの予算が2兆円以上あるんですよね。ということはこの GoTo なんとか、現在、ね、これ予算だけ計上されていて使われてないんですけども、こちらをそのまま横滑りさせると、まあ、お釣りが来るんですよね。だいたい4000億円ぐらいお釣りが来て、オリンピックを円満に抽出することができるんじゃないかなと思います。 1.8 兆円このお金ですけども、結局はオリンピックを開催したかったなっていう人のお友達に分配されて終わりなんですよ。要するにオリンピックをしたくてしょうがない人の利権に回って終わりですよね。まあでも国内の活動っていうのは全て経済活動ですから、まあ金目当てといえば金目当てなんですよ。ただそれがね、どう見えるかがすごく問題であって、今回のオリンピックはもうご利用ししたくてしょうがなくって、誰のためなのか、全く国民のためになってないっていうふうに受け取られているのが、まあ、全てじゃないかなと思いますよね。実際世論調査でよく言われますけども、8割の人がオリンピックを望んでいないわけなんですよ。中止するべきか、少なくとも、まあ、なるべくやりたいんだったら延期かなというところですよね。まあ、この中でオリンピックをしてしまうと、めちゃくちゃ反感が大きい中でオリンピックをやらなければならない、まあ、アスリートの方には申し訳ないですけども、オリンピックに参加したことが誇らしいのではなくて、多くの国民から反感の種になるということになります。そしてオリンピックをやるべきだと言ってる人、この人の顔を見てみると、なんかね、老人ばっかりなんですよ。何なんでしょうね。例えば IOC のバッハ会長にしても、その後に出てきたなんとかっていうねおじさんにしても、どんな犠牲を払っても極端な話言ったら、日本がどうなってもオリンピックだけはやろうぜと、オリンピックが開催できればその後どうなったか知ったことじゃないやみたいなね発言でも捉えられますけども、この人たちは別に自分たちが競技をするわけでもないですし、医療をするわけでもないですしね、競技者のケアをするわけでもなくって、ただまあ偉そうにふんぞり返ってるだけなんですよ。やろうがやる前が、まあどっちでもいいといえばどっちでもいい人なんですけども、まあ顔がありますからね、やりたいんでしょうね。まあ、こんな困難の中でも俺たちはやったぞみたいなことをね、誇示したい、ただそれだけでしょ。まあ、それによって、まあ、いろんなね、不都合に見舞われる飲食店さんとか旅行業者さんとか、そういった私たち国民のことは、まあ、眼中にないと言えば、まあ、上級国民はね、当たり前ですよね。自分さえ、自分たちさえもう全く困る暮らしがなければ、私たち国民っていうのは単なる捨て駒の奴隷と言ってもいいかなと思いますね。まあ、その中でね、今回お話したいのは、まあ、孫正義さんなんですよ。孫正義さんは今回この東京オリンピックに関して、東京五輪を行えば、まあ、大きなものを失うんではないかなというふうに言われています。まあ、孫正義さんは良くも悪くも、まあ、日本でね随一の投資家です。まあ、ソフトバンクというこういったグループもありますけども、実際いろんな事業を見分けて危機管理ができている方だと思うんですよね。投資家といえばリスクエッジがなければ生き残っていけませんから、その中で東京オリンピックを一つの投資物件と捉えて、いわゆる多くのね、バッハ会長をはじめいろんな方がね、東京オリンピックを強行した方がいいんだ悪いんだっていうふうな判断があると思いますけども、同じ土俵に立って孫さんの発言を考えてみれば、この大きなものを失うというのはどういうことかっていうと、やった時よりもやらなかった時の方がまだメリットが大きいということじゃないですかね。ここにやってしまえば、ベットしたもの以上に大きなものをロスってしまうと、損失は大きいということを判断したんじゃないかなと思います。それではね、動画概要欄に孫さんの今回の発言をニュースで撮られたものがありますんで、 URL を貼っておきますね。心配ですね。オリンピック、これを機会に私は大反対派になると思います。オリンピックなどね、もうくだらねえと言ってもいいと思いますね。くだらねえ。まあ、アスリートの皆さんね、オリンピックじゃなくても自己表現の場はたくさんあると思いますんで、オリンピックに駒として消費されるんではなくてね、自分たちのアスリート魂の向かう方向に走っていただければいいんじゃないかなと思います。もちろん走る方向がオリンピックであるなら、
それはそれで言うことはないと思いますけどね。ただ残念ですよね。よくわかんない老人たち、ね、そういう人たちの思惑で走り飛び感動という、まあ、なんかエモーショナルに巻き込まれていくというふうに私は見えてしまいます。純粋に競技だけを楽しむ日ってのは来るんでしょうかね、うん、まあ以上ですね。複雑なものがありますけども以上です。